どうもこんにちは、ドリドリってことで、今回は千と千尋で有名な四万温泉、石前館というところに来ておりますよということをね、もうこのね橋の形見ていただければ分かりますよね。あの千と千尋に出てくるねモデルとなってるね、そういう旅館になっておりますということでね、今回はここに泊まろうと思っておりますってことでね、いつものようにね恒例のお部屋チェック、食事のチェックね、温泉のチェック徹底的にねやっていきたいと思いますんで、それでは行ってみよう。
じゃあね、恒例のお部屋チェックです。ではオープン。うおー、こういうお部屋、まあ非常にコンパクトなお部屋ですよね、言い方によっては。はい、ということで、積水館ね、積水館ってことで、はい、おまんじゅうとね、前茶が置いてありますよということかな。で、一応無料のエアコンがついてるのとね、無料のね、冷蔵庫とテレビがあるということです。あとね、暖房もついてるということで、じゃあね、奥はどうなってんだろう。オープンってことで、なんでしょう、川のねせせらぎというか、そういうのが聞こえる感じで、まあ別に景色がめちゃくちゃいいってわけじゃないんですけど、お庭にねいるような感じですよね。あそこにねこういう椅子があったりとかして、だからね、外のお庭を見てるような、そういう感覚の景色になっておりますよということです。あとはね、こういうレトロなね、電話機があったりとかね、こんな感じで、お布団なんかね、セルフでね自分で引いてくださいってね、そういうお部屋になっておりますと。はい、お部屋チェックのは以上です。はい、じゃあね、積水館のね方ね、積善館かの方ね、チェックインの方したんでね、全体の解説の方をねしていきたいと思いますということでね、こういうねパンフレットいただきましたってことでね、そうだな、もう全体の、ね、図はこういう風になってますよと。うん、で、面白かったのはね、ここね、毎週火金日曜日開催ってことで、なんかツアーやってるんですって。だからこれちょっとね、あと行ってね、行ってみようかと思ってます。で、夕食朝食の時間はもうピンポイントで、もうこの時間しかやってねえから、ちょっとお気をつけくださいって、そういうこと。うん、あとは、まあ、ここの文化なんだろうね、現金でねのみの購入ってことなんで、まあ、現金持ってね食事の時行きなさいよ、そういうことです。はい、でお風呂はね3つあると、森の湯ってところとね、山荘の湯ってところとね、あとはこれなんだ、元禄の湯ね、このね3つがあるということです。あとなんか有料のね貸切風呂もねあるみたいです。あともう一つ全体が載ってる図がありましたと。こんな感じでね、まあ、これが本館で、これが、山荘で、これが、なんとか松邸ってところで、まあ、こういう斜めってるね、そういうね建物になってますよと。で、今回うちらがいるのは本館ですと。ちょっとねリーズナブルなねお部屋ですと。まあ、あとね夜ねライトアップもされるみたいなんで、これもちょっとね楽しみなんで行ってみたいと思ってます。あとね、今回のお部屋ってね、部屋の中にトイレとねお風呂がついてないタイプ、まあ、あの湯治宿系のねお部屋になってるんですが、皆さんねご安心ください。そのね、さっきお見せしたトイレここなんですけど、もう結局ね建物は古いんですけど、中のねリフォームはちゃんとされてるんで、めちゃくちゃ綺麗です。はい、めちゃくちゃ綺麗です。で、本館があってね、本館があって山荘があってって形なんですが、もう上に行けば行こうと、もうまあ、もうビップになってる、そういう感じで、もうこの辺なんてもう同じホテルとは思えないようなね、そんな作りでしたね。はい、ということでね、積善館の方ねチェックアウトの方が終わったんでね、全体のね感想について語っていきたいと思いますよということで、ね、やっぱりここはねもう一言で言うと歴史っすよ。歴史と、あと千と千尋、まあその辺やっぱりね楽しみたいなって方にね、非常におすすめな、ね、旅館となっております。あと料理もね美味しいしね、まあ、温泉もやっぱりね、3種類楽しむことができるってことで、まあ、非常にいいんじゃないかなと、そんな風に思いましたね。はい、ってことで、ね、今回の動画の以上となります。面白かった、ためになったって方いらっしゃいましたね、ぜひぜひね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた千と千尋の世界でお会いしましょう。ではでは。